おい、宮城ってのはてめえか？はい、そうですが、あなたはどなたですか？鬼頭だよ。ああ、お隣の。どうされましたか？とぼけてんじゃねえぞ。てめえが俺の捨てたゴミ、うちの玄関前に置きやがったことは分かってんだからな。ああ、あのゴミのことですか。勝手に置いたのは申し訳ないと思っています。すみませんでした。でも、ゴミ出しの日以外に出したらいけないって、張り紙にも書いてありますよね。この辺は田舎だから、一日二日置きっぱなしにしておくと、ネットを避けて、カラスや野良猫がゴミを荒らすんですよ。なもん俺の知ったことか！あなたも最近、ここに引っ越して来られたとはいえ、地域住民の一員なんですよ。何度か口頭で注意させてもらったと思いますけど、これ以上続けられると、他の住民方の反感を買いかねないので、戻しておきました。だからって人の出したゴミを玄関に置いてくんじゃねえよ！ちゃんと、呼び鈴鳴らしたんですよ。いつも乗ってらっしゃる原付が置いてあったので、お家にはいらっしゃったと思うんですけど。寝てたんだよ。こっちとら寝たのが明け方だったんでな。それは知ってますよ。昨日もどんちゃん騒ぎしてましたもんね。お友達と盛り上がるのはいいですけど、近所迷惑にならない程度にしてくださいね。近所のジジババの迷惑なんて知るか。あいつら俺らの税金で生きてやがるんだから。俺らが何したって我慢してりゃいいんだよ。この辺りの人たちは、ほとんど農家さんですからね。今も現役バリバリの人が多いですから、鬼頭さんの言う年金暮らしではないと思いますよ。ああ、言えばこういう野郎だな。お前、俺が誰だか分かってんのか？お名前は鬼頭さんで、歳は20代前半、ということくらいは。もう一個、重要なこと付け加えとけ。お前、俺の入れ墨、見たことあるよな。まあ、あれだけ堂々と腕まくりして歩いていればね。俺はな、地元じゃ有名な、ワルだったんだよ。ワル、ですか。俺が歩けば周りの奴らが道を譲るほどのな。それだけ有名なワルの方が、どうしてこんな田舎に引っ越しを？俺だって好きでこんなど田舎に来てねえんだよ。ワルが柄かわすっつったら、理由は一つだろうが。すみません。俺、そういうアングラな世界のことよくわからないんで、理由は一つと言われましても。追われてんだよ。警察から？だったら、自首した方がいいですよ。てめえ、俺をバカにしてんのか？違うんですか？逆恨みだよ、逆恨み。ああ、そういうことですね。理解しました。では、そのうち騒動が収まったら、地元に戻られるんですか？当たり前だろ。それまでこんなコンビニもろくにねえような田舎で我慢してやってんだ。ありがたいと思え。いや別に、こちらはここに住んでくれなんてお願いしてませんけど。てめえ、俺の恐ろしさがまだ分かってねえようだな。あんまりふざけたこと言ってると、俺の兄貴が、てめえをバッカバカにすんぞ。なぜそこでお兄さんが出てくるんです？家が隣なんだから、ご自身で来られればいいじゃないですか。俺の兄貴はな、俺よりもっと、もーっと、悪なんだよ。てめえ、関東グレン隊って知ってっか？まあ、名前くらいは、確か有名な暴走族ですよね。その元トップが俺の兄貴なんだよ。はあ、それは、根っからの悪ですね。そういうことだ。俺が言って、ボコってやってもいいけどよ。てめえみたいな奴には、とことん恐怖を味わわせてやった方がいいだろうからな。今後文句言ったら、元関東グレン隊の兄貴が、てめえを東京湾に沈めに来るぞ。覚えとけ。なるほど。お兄さんが、ね。わかりました。肝に銘じておきます。久しぶりだな、小一。お久しぶりです、宮城さん。俺が紹介した地元の暮らしはどうですか？ああ、とってもいいところだよ。空気は綺麗だし、近所の人たちは皆優しいし。そうでしょ？俺がめちゃくちゃガキだった頃に住んでたんですけどね。あの頃は本当に良かったな。ま、両親が離婚して、東京に引っ越してきて荒れちまったわけですけどね。だけどお前は、更生したじゃないか。宮城さんのおかげっすよ。
宮城さんがいなかったら俺、未だに暴走族の頭張ってたか、下手したら、もんもんしょってましたよ。俺みたいになるなって。あんたをボコりに行った俺らを更生させてくれた宮城さんのおかげですよ。ああ、懐かしいな。ところで宮城さん、どうされたんです？いや、ちょっと気になることがあってな。お前、弟、いなかったか？いますよ。でも最近どこにいるのかわからなくて、金に困ってるって言うから援助はしてるんですけど、そいつ、腕に入れ墨入ってる？入ってます。確か、竜だったかな。ヤクザなんかに憧れやがって、本当にあのバカ。多分、俺の隣に住んでるやつだわ。え？あいつ、そっちにいるんですか？なんか、地元で悪さして、逆恨みされてるって言ってたぞ。ああ、多分女のことです。女。あいつ、一応族には入ってたんですけど、その頭の女に手を出したらしくて、問題ないって言ってたけど、やっぱり恨まれてたんだ。なるほど。そりゃ逆恨みじゃないな。あいつ、今はどうしてます？元気にしてますか？毎日夜中に、バイク仲間とどんちゃん騒ぎしてるよ。おそらく族とは関係ない連れだと思います。ご迷惑おかけしてすみません。若気の至りだとは思うけど、正直、入れ墨見せびらかして、地域住民を脅すやり方はいただけないんだよな。あいつ、そんなことまで？あの野郎。それにしても、お前が弟の居場所を知らないとは意外だったな。てっきりお前が、ここに逃げるように伝えたのかと思った。いえ、おそらくですけど、俺がそこの話をたまにしていたのを覚えていたんだと思います。あいつも一時期住んでたけど、まだ小さかったから記憶はないはずですし。なるほどな。だから近隣住民にも思いやりがないわけか。俺が連れ戻します。本当にすみません。ちょい待ち。ただ連れ戻すだけじゃつまらない。あいつを更生させるためにも、もうちょっと、ビビらせてやらんと。ビビらす、ですか？実は俺、自分の素性、まだ明かしてないんよ。そうだったんですか？そうそう。だからあいつはまだ俺のこと、若いのに農業なんてやってる負け犬だと思ってる。現に、これ以上文句言うなら、元関東愚連隊の兄貴を召喚するぞって、脅してきたからな。穴があったら入りたいっす。お前は、そういう気持ちになるわな。てなわけで、ネタバラシして、あいつがあわあわし始めたら、お前に連絡入れっから、あと頼むわ。了解です。お手数おかけして申し訳ありません。すみません。静かにしていただけませんか？って、今日お願いしたばかりだと思うんですけど。てめえ、俺の忠告、聞いてたか？俺みたいな喫水のワルに舐めた口聞いてどうなると思ってんだ？あーん？お前こそ、誰に口聞いてんだ？ああ？意味不明なこと言ってんじゃねえぞ。ただの農家がよ。てめえこそ知らないみたいだから教えてやるよ。俺は宮城。かつて、関東愚連隊と双璧を成した、ドラケンの初代総長だよ。え？待ってくれ。ドラケンって、あの、伝説の？俺はな、お前以上にどうしようもねえクズだったよ。喧嘩は挨拶みたいなもんだったし、警察の世話になりっぱなしだったしな。でも途中で虚しくなって、やめたんだ。だけどそんな俺を、周りの連中は放っておかなかった。名を上げようとする連中に、俺は付け狙われる日々だったよ。お前の兄貴も、そのうちの一人だ。兄貴を知ってるのか？いや、知ってるんですか？あいつが真面目に働くようになったのは、俺があいつをこっちの世界に引っ張り込んだからだ。そんな生き方を続けてたら、俺みたいになるぞって、来るたびに言い聞かせた。あいつは頭のいい奴だったからな。何度目かで分かってくれたよ。それからは、俺のこと慕ってくれてて、今も交流が続いてる。交流、あるんすか？まさか、俺のこと、言ってないですよね。さて、ここから先は、兄ちゃんに説教を代わってもらおうかな。え？しっ
かり叱られろよ。お前も、悪だろ？おい！レイジ！てめえ、何やってやがる！兄ちゃん！宮城さんに聞いたぞ！俺が昔世話になった土地で好き勝手やってやがるんだってな！てめえ、どう落とし前つけるつもりだ？違うんだよ、兄ちゃん！俺別に悪いことなんてしてないよ！田んぼにタバコポイ捨てするわ、ゴミ出しの日のルール守らないわ、夜中に近所迷惑になる大音量でどんちゃんやって、そのゴミを散らかすのが悪いことじゃねえっていうのか？ごめん、もうしないから、兄ちゃん怒んないで！俺の恩人である宮城さんにまで迷惑かけやがって、やっとあの人が落ち着いて暮らせる土地を案内できたと思ったのに。兄ちゃん、あいつが元ドラケンのトップって本当なの？あいつってなんだあいつって、せめてあの人だろうが。ごめんって。俺が構成できてお前を高校まで出してやれたのはあの人のおかげなんだぞ。知らなかったんだよ。許して兄ちゃん。知るか。許して欲しけりゃ地元に戻ってこい。それは女取ったてめえが悪いんだろ。なんでそれを。元総長なめんでバカ野郎が。きっちりてめえでけじめつけろ。兄ちゃんも一緒に来てくれる？一人で行け、一人で。けじめつけるまで連絡してくんな。援助もしないからな。そんな、もう俺金ないんだよ、兄ちゃん。働け。頼みの綱だった兄に見捨てられた木と弟は、金もなくなり、夜逃げ同然で隣の家から出て行きました。その後、兄に聞いた話によると、一応地元には戻ってきたものの、なかなかけじめをつけに行くことができず、毎日見つからないように、コンビニと家を往復するだけの生活を送っていたんだとか。しかし、木と弟が戻ってきたことは、すぐに地元で知れ渡ることになり、結局ボコられてしまったんだそうです。それが、だいぶ答えたようで、ずいぶんおとなしくなったんだとか。今後心を入れ替えて、二度と悪いことをしないことを条件に、今は兄の光一が仕事の世話をしてやっているそう。ちょっと強引なやり方だったけど、これを機に、弟も更生してくれることを祈るばかりです。